はい、どうも、続きをやっていきます。前回追加のコンテンツをやろうっていう話をしたんですけども、ちょっと一回ね、録画ミスしちゃいまして、途中スチームが落ちてしまって、画面が真っ黒になっちゃったので、で、それ気づかずに最後までやっちゃってですね、もう一回撮り直しも考えたんですけれども、内容的にそこまでする必要ないかなと思いまして、もう全カットで、もうこっからは黒の夢に突入しようと思います。ということで、いきますね。ただ、少し前のセーブデータに戻して今やってるんですよ。一回、ここに突撃したっていう話をしたと思うんですけども、技レベル全員上げるために。なので、ちょっとその前のセーブデータに戻して、一応入り口入ったところすぐにね、中ボスがいるんで、そこのところまでは一回お見せしようかなと思います。なので、プラチナシリーズの装備とかは今ないっす。その前のセーブデータなんで。ここにジールがいるんですけども。虫けらどもが、またもわらわに逆らうつもりか。わらは永遠の命を手に入れた。ラボス神と共に永遠に生き続けるのだ。ラボス神は地中でゆっくりと星を喰らう。そして力を蓄え、999年のうちに、星を滅ぼし、世界の王となられるのじゃ。うん、これ現代から入ったからね。他の時代で入ったら、今の年数が変わるんですけども。この黒の夢は、ラボス神へと繋がる道。わらわに無限の力を与えてくれる神殿。お主たちが求める未来なぞ、この奥に酔わすラボス神が、あられる限り、望むべくもないわ。と言ってなんか召喚してくるんですけれども、メガミュータントという中ボスですね。お主たちはラボス神への生贄となるがよい。まあこいつは正直大したことないんで、物理攻撃で適当にぶん殴ってるだけで倒せます。ああ、こんな攻撃か。待てよ、エイラちょっとつけてなかったかも。あ、やっぱ耐性つけてなかった。あ、でも攻撃してくれたわ。見てる気でちゃっちゃとやろう。リュッカーミラクルショットもうすでに持ってるか。あおちょっと万能薬使ってあげよう。あ、なんか結構食らうな。まあ前のセーブデータだからあんま強くないっていうのもあるけども、あ、いや、やられる前にやる。よし、とりあえず部位破壊して、あと集中打浴びせるだけかな。西だったらな、別に乱れ切りなんか使う必要もないんだけど、クリティカル出てくれるから。あ、まずまた混乱。エイラだけつけてね。これ倒せねえかな。よし、 OK。 で、あとここにね、英雄の盾っていう敵がいるんですけど、ここ確かね、一回倒したらもういなくなるはず。うん、この状態で殴れば普通にダメージが通るので、うん、こんなもんですね。じゃあ、あとはもうセーブデータ変えて、もう突撃しましょうか。このセーブデータだとまだ他のクエストやってない状態なんで、じゃあちょっと一回カットします。ここを越えると、一応ここもエンカウント回避できない敵だったかな。こいつらは大したことはないんだけれど、この後に出てくる敵がね、ちょっと厄介で。ああ、ミラクルショット大外れ。
ここは。ここは楽勝。で、ここでね、また強制でエンカウントが来るんだけど。失礼。なんか、喉の調子悪い。あ、はい。失礼。こいつらがね、天属性と冥属性を吸収してくるので、来るのに、うっかりシャイニングとか使わせると、回復されちゃうんで、まあ、素直に物理で攻めるか、ルッカがいるならフレア使うとかで、打ち出せばいいかなと、思います。まあ、HP 自体はそんなに高いわけじゃないんで。あ、まず。ルッカ回復しなかった。割合ダメージとかも使ってくるし、結構こいつ厄介なんですよ。混乱は別に耐性つけてればなんともないんだけれども、なんかこいつが一番厄介まであるわ。とりあえず今大丈夫か。で、ここも強制だな。こいつらは別に、そんな、取り立てて、なんか特徴があるわけではないから。で、シャイニングも効くし、フレアで蹴散らしてもいいし。フレアすっか。中にゴールドピースつけてるんで、あ、引く。で、ここもね、敵いたんだけども、一回ここ来て蹴散らしてるんで、残骸みたいに残ってるだけですね。で、ここが、あの、技ポイントいっぱいくれるやつで、だからもう、全員技を覚えたんで、別に逃がしてもいいかっていう。真ん中のやつは別に金しかくれないんで、この左右のやつなんですよね、経験値と技ポイントくれるのが。最近気づいたけども、なんだっけ、どのボタンだっけ。あ、逃がした。あ、これだ。なんかね、このゲームあれなんですよ、スチーム版だとオート機能あって、最近気づいたんですけど、だからもうこいつらとやるときはオートにした方がいいかな。別に逃がしてもいいから、オートでしかも倍速だからサクサク終わる。全然当たんねえな。まあいいんだけど。で、真ん中のやつだけね、経験値くれないくせに攻撃がしてくんの。で、このフロアはあの3箇所こいつらとエンカウントするんで、技ポイント貯めるときは、このオートモードにして、あの、素早さとクリティカルが出やすいキャラを優先的に使ってあげると効率よく稼げるかな。で、次の戦闘でオートにならないように気をつけないと。こいつらは別にシャイニングも効いたと思うんだけど、あ、違ったかな？なんかこいつらも、こいつ自体もなんか、天属性の攻撃使ってくるから、ちょっと帰り危ねえな。対抗色使っといて。大丈夫だった。あ、シャイニングビットだかっていう技を使ってくるんだよね、こいつら。あ、じゃあ、あの、なんか、目玉の悪魔は、魔法がちょっと効きづらかったと思うけど、回復数も落とした。あ、スピル嫌なことしてくるな。
構防御高いから集中度上げせて、よしよし、まあ長い道中なんでちょっとずつでメンバー入れ替えながらやっていった方がいいかな。セーブポイント見つけたら回復してないキャラを回復してあげるという感じで。黒の MP がカスカスやな。あ、言えてる。あれ、このエレベーターどうだったかな。海底指示の時みたいに戦闘になったっけ。なるね。今どんなんだっけ、そんな強くなかったと思うけど、フリアで消しやすかった。よし、まあ、フリアが吸収とか効かないって時はあんまりいなかったと思うんで、天属性とか冥属性はちょっと気をつけなきゃいけないやつがさっき言ったようにいるんで。あー、またこいつらか。こいつらはオートにして一緒にやってくれ。別に逃がしてもいいから。倒した。おっ、もう一個行った。全部倒したわ。よしよし。 でこの壁のやつら多分、あー、こいつらかい。またオート便利だな。なんか技とか封じられた戦闘の時は特に便利。壁のやつ襲ってくると思うんだけどね。で、宝箱あるね。あ、ラストエリクサー結構集まってるね。ラストエリクサー、おっと、さっきのやつに入れ違いか。あ、やべ、オートかわいやつだな。ストップとか引かないよ。あー、ちょっと長いから戦闘ちょいちょいカットした方がいいかな。頃合い見て。あ、途中あー、また喉調子悪い。特徴のあるモンスター、さっきみたいにね、天属性吸収とか気をつけるべき敵がいたら、ちょっと紹介しながらやっていこうかな。あ、壁の敵襲ってこなかったな。ウォールって敵いるんだけど。あ、なんかこうやって降って湧いてくるような敵に見えないんだけどね。なんかこういうのってなんかメカニズム的な敵がこう現れるんだったらわかるけど、どう見てもなんかそういうモンスターに見えない。場にそぐわないというか。ここ行かなくてよかったわ。なんかこの辺のな、マップちょっとうろ覚えで。あんまり覚えてないな。で、次の中ボスまでも結構長かったしね、道のり。大体半分ぐらいのところで次の中ボスが出てきたような気がするんだけども。入り口にいたのがメガミュータントで、次に出てくるのがギガミュータントかな。で、ギガミュータント終わって、テラミュータント、プチラボス R と続くけども。またこいつらかい。こいつらオートだ。よし。おっと、右側に宝箱。マジックシール。魔法防御と魔力上げるやつか。フラはこんなもんか。
宝箱があって、守りの帽子あって、モバーアーマー、ラステリクサで、セーブイント。使用シェルター使っとくか。シェルターあんまないな。もっと足しとけばよかった。あ、そっか、もうここか。ショップだね、ここが。ただな、ここ。なんか追加コンテンツの、竜の聖域の方が、もっといいもの、売ってくれるんだよな。スーパーエーテルとかあるけども。使用ある程度買っとくか、これぐらい。ミドルポションも一応いっぱい買っとこう。ラストエレクサまだあるヘイストメット、うん、ヘイストメットもな、うん、ただなプリズムメットつけてるキャラにはちょっとつけづらいものがあってですね。でこっからあの入り口まで戻ることはできるんだけれども、まあここまで来て戻る理由もないんで、ただ戻るを選んだらちょっと懐かしいというか、あの見覚えのある2人組が現れるんですけども、まあ機会があったらお見せしましょうか。でまだまだ先ですね、これまだ中間地点にも来てないから、次の中ボスはもうちょい先だな。でなんかヘキランの色違いが出てくるけど、こここいつはボスでもなんでもないです。ただちょっと気をつけないといけない攻撃をしてくるので、なんか割合ダメージ使ってこなかったっけこいつ。あ、ボスだけど結構攻撃力も高いし。あー大五郎か。状態異常耐性しとけば問題はないかなこいつら。ああロビーそれ以外、あでも鉄球投げたりとかしてきたような気がする。割合ダメージの、クリティカルがうまく出れば。おい、そうこれこれこれだわ、めんどくさいのは。おっとっとっと、そうかこういうことしてくんだっけ。あっ、まあ別にいいんだけど、守りが薄くなったところを叩けばいいだけだからこいつらは。ほら見せろよ。おい、よし、オッケー。で、こう突き、あーなんかこういううざいやつらいたな。よし、はい。星屑のケープ、今更だな。あ、くそ、引っかかった。燃やし尽くせ。よし、結構なんか永遠出てきてる気がするからさっさと通り抜けないと。よし、あーこいつらか。また面倒くさいな。なんかこうなってくるとこいつらとやるの面倒くさくなってきた。回避できねえ。もう逃げるか。よし、逃がす前に逃げる。多分逃げる使ったの初めてかもこの実況で。ここどうだっけ、この辺もどうやったらエンカウント回避できたか覚えてねえ。
おっとっと、そういう感じだっけ。あ、物理で攻めるかこいつらは。うっとうしいことしてくんな。痛い。あ、スキルやめろ。いや、クリティカル出ねえ。外すなぁ。ミラクルショット。いや、なんでクリティカル出さないの。バーサ使えばよかったよ。よし、いや、外すなぁ、ミラクルショット。いや、MP どんどん取られる。くそ、いっとうしいんだよ。弱いくせに鬱陶しいのが一番嫌い。だいぶ吸い取られたな。いるか変えるか。まあ、別にこのまま行ってもいいけど、どうしようかな。誰にしよう。ロボはな、クライシスアイマが安定しないからな。エイラにするか。まあ、エラだったら通常攻撃でも強いし。おっと、こんなやつ当たって。あ、てかさ、右下に宝箱あんな。ここもエンクラント回避できたはずなんだけど、回避の仕方忘れちゃったな。どのルートで行けばいいか。あ、いつらそんな強くないから、いっか。よし。スピードカプセル、どうしようかな。誰に使うか。ちょっといっか。で、あ、ここにもあった。これでこのフローは全部取ったな。あ、これで来るのマックスだ。素早さはね、レベルアップで上がんないから。でワープして、そろそろ次の中ボスじゃなかったかな。あー、まだこういうフローか。だとしたらまだ先か。なんかな。あー、もうエンカウントが回避できる場所が覚えてない。知らせばいいんだけどさ。バリアボールとプロテクトボールか。なんか全然使わないけど結構いいもんなんだよな。プロテクトとマジックバリアがアイテムでかけれるから。ここも、いや、鬱陶しいな。ここも、お、これだと回避できる。あー、でもこれあれか、こいつは倒さないとルート解放できないか、もしかして。そういう仕分けだ。あ、またスピードカプセル。あれ大丈夫か、いけるか、関係ないか、あそこで。カエルの素早さマックスにしちゃおう。あ、ここは中ボスだな。だったら適性は高い方じゃないか。どっちだっけ、上半身と下半身どっちかを集中攻撃してって感じだったよな、こいつは。どっちがどっちだか覚えてないけど、なんとなく上半身叩いてみるか。なんか色仕掛けてもらえたりしたっけ。かねー、上じゃねえのかい。バリアリング、まあ微妙だな。
今更あってもって感じだ。あれ、下半身だっけ、あれあれどうすんだっけ、こいつ属性攻撃じゃないとダメだっけ。だとしたらエイラ踏む気じゃない。雷紙好き連携でいく。あれ全体魔法使ってみるか。どっちだどっちだか全然覚えてねえ。どっちか削るってのは覚え、あなんか水が効くのか。だとしたらエイランって規制めちゃくちゃ低いんだけど。こたつ巻き当たるな。まあ、カエルも適性高くはないな。ウォータガノの威力低いし。ここは魔王とかルッカが適任だったかな。そっか、こいつ物理効かないんだっけ。あーライフセーバーなんて嫌なことを。あれこれ恐竜とか使ったらかな。物理扱いだけど。あ、まずいこれ死ぬか。死んだな。あ、恐竜使う暇がなかったわ。いや、ボス君ウォーターガンの威力低いからな、あんま当てになんないんだよな。失敗だったわ。ちょっと待って、あ、ちょ、もう場所間違える。タイミングで削るしかない。よし、片方削った、うん、そう、片方削ったらなんかもう片方も消滅するのを覚えてたんだけど、何が弱点か覚えてなかった。じゃあ消費して MP は回復して、で割とすぐテラミュータントも出てきたんじゃなかったかな。ギガミュータントまでの道のりが結構長かった覚えがあるから、こっから先はそんなに長くないはず。まあ、あとこいつらか。あれ金属製全然効かねえのこいつら。マジか、そういうのも覚えてねえな。さっきフレアはめちゃくちゃ効いたからな。まあ、いや物理で削ろう。結構金属性効かない敵多いね、ここ。あ、まあ、当たった。待って、さらは大事でいいか。鉄球が鬱陶しいけど。ポイントあったかな、この辺に。あー、まだか。ちょっと待って、一回ちょっとね、ロック側の都合で一回中断しよう。よし、再開します。で、いきなり手待ち。まあ、せっかくだからなんかいろんなキャラ入れ替えながらやっていくかな。なんか連携技とかもね、この機会になんか見せてないやつを見せながら行った方がなんか見栄えもいいかなってなんか全然使う機会ない連携技とかあるからね。
まあ連携技そのものがなんか後半になるにつれて使わなくなっちゃうんだけども、このゲームもうなんか単体で殴ってた方が強かったりするからね。じゃあどうすっかな。よし、この3人にして、これもなんか引っかかるんだよな。やっべ、冥属性効かねえじゃんこいつら。冥属性の技使おうと思ったのに。あ、やばい、ルック回復しなかった。くそ、こういうやつはファイだよ。じゃあフレア、冥属性のさ犯人技やろうと思ったんだけど、こいつらに使っても吸収されちゃうからね。今手に入れたエリクサーでもどっかに使ってあげて、冥属性が効く相手来い。あ、こいつら効いたっけ、わかんねえ。冥属性効くかどうかわかんねえけど、オメガフレア、かねえ、吸収された。やべえやべえ、やばい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 、回復しててまずいって。あっ、魔王、くそ、ちょっと待って、炎効いたっけこいつら。フレア、やばいぞこれ、全滅する危険性すらあるぞこの メンバーだと。マジ向いてねえ。あ、炎効いた、あーよかった。冥属性効かないとき多いんだよ、くそ。どっかに冥属性効きそうなときいねえか。あ、待って、ちょっとここってもうボスじゃなかったっけ。待てだとしたら、ちょっと待って、一回さ、あれ、テラミュータントとプシラボス R ってどっちが先だっけ。プシラボス R の方がもしかして先だったかな。いや、でもセーブポイントないからね、ここでボス戦じゃなかったと思うけど、ちょっとこのメンバーに変えよう。なんかこんな感じの風呂だったんだよな。あ、これうるさいか。エレキアタックできますか。こいつらは大して強くはないんだけども、倒すとなんか壁のなんだろう、見た目がなんか崩れるんだよね。うん、こういう感じで残骸になります。あ、セーブポイント、ということは、この後じゃないの？じゃあ、このメンバーでいっか。盗みたいやつあるんだよね、プチラボス R だとしたら。うん。多分、プチラボス R じゃない？これ。テラミュータントじゃなくて。あ、テラミュータントでした。やべえ、なんかこの辺の記憶がもう本当に曖昧になってる。こいつらなんかいいもん盗めたっけ。あれ、こいつら物理効かないんだっけ。マッスルリング、ああ、ダメか。あ、ライフシェーバー、あ、ライフシェーバーだけ気をつけないといけないかな。属性効くこいつら。あ、下半身吸収してくる。
まあ、クルの回復しちゃまずいから、先に上半身潰したらさっきみたいに連鎖的に消滅するんじゃなかったっけ。よし、あ、でも連鎖できないな、消滅しねえな。ワンシンなんか盗めるかな。気持ちだけだった。あ、時間差で消滅すんだ。よし、あ、白の石、白の石ってなんだっけ、なんか保養層なんちゃらだっけ。使った記憶ないけど、あ、ポヨソダンス。誰だっけ、マーレ、ルッカ、エイラか。じゃあ、一回ちょっと編成、また戻すか。あ、この3人でもう一回変えて、ちょっと名属性が効く敵。あ、やべ、これは。あ、しまった。やっべ、ここでもうプチラボスあるか。やべえ、向いてない3人しちゃった。いっか、もうしょうがねえ。ウェイ。で、マジックバリアを、もう魔王は、あ、じゃあサポートに専念して。めちゃくちゃ向いてねえから。ちょっとマシンガンパンチしてもしょうがないな、これ。ここはロボタックの方がいいか。全員マジックバリーかけてくれ。でもルッカもまあ、ミラクルショットが当たり引いてくれれば。当たらねえ。これでマシンガンパンチか。いやー、エイラ連れてきたかったんだよな。プロテクトメットとヘイストメットに進めるから。これって今の攻撃魔法扱いなのかな。だいぶダメージ軽減したように見えたけど。ロボのHP で一桁目を調整したいんだよね。こうしてマシンガンパンチ、よっ、いいね。いや、貴重品盗むチャンスだったんだけど、いっか、プロテクトメットぐらい2周目手に入れればいいか。おっと、じゃあ今度こそあれやろうぜ、3人の座。こいつらなら効くだろう。鬱陶しいな。威力は高い。よしよしよし。で、どうしようかな。誰で行こう。まあ、向いてないんだけど、魔王はね。で、こんなメンバーだと全体回復の技使えるやつが誰もいないから、向いてはいないんだけども、ただエイラからパクってほしいものがあるので、
てスピードカプセルも魔王に与えてあげて、ちょっと一回セーブするね。で装備を見直したので、黒の魔王エイラといういまいちまとまりのないメンツでいきますけれども、でここにねクロンたちのなんか人形みたいなのがビーカーの中に入ってるんですけども、魔王だけはいない。もう黒の夢の最深部ですね。ここジーリョが出てきました。そこに眠っているのはお前たちの未来だ。これから叶うかもしれぬ夢、得られるかもしれぬ喜び悲しみ、お前たちの明日そのものなんだ。この黒の夢はあらゆる時間次元を超えて流れている。ラボス様が目覚めるその時を待ちながら、中世と古代からでも入れるんだけれども、今回あえてね現代から入ったのは、これクリアした後でも中世と古代の黒の夢入れるんで、あえて残しておこうかなと思ってそうしました。お前たちの未来はいつか必ずここにたどり着く。お前たちに未来はない。わらを通しこの黒の夢を止めぬ限りな。来い人の子よ、わらわがいざなってやろう。ラボス様の眠りの中へ。こいつも人の子なんだけどね。永遠の黒き夢。ハレーションがねうざいっていう、ただハレーション以外はそんなんでもないから、エイラに一回盗んでもらいたいな。ラストエリクサー、カット。あぶねえ。ちょっと一回さ、ロマン砲をかましたい。恐竜HP が少ないほど大ダメージ。強いけどちょっとさすがに回復しないとまずいね。またか。そろそろ終わるはずなんだよな。こいつそんなに HP あったわけじゃないから、鬱陶しい。よし、終わった。てか、全員、HP1 だ。良いことを思いついた。貴様ら魔人機に取り込んでくれる。ありがたく思うと言うぞ。この船の一部になれることを。この私の一部になれることを。ラボス様の一部になれることを。でもいきなり攻撃してこなかったと思うんだよな。海底神殿で。大丈夫か。どうしよう。いきなり攻撃してもこれ効かなかったよな、多分。効いたな。恐竜使って一回ラスリクサ使うか。まあだとダメージだな。所詮ちょっと防御力上がったからかな。シャイニングかますか。なんか全員にマジックバリアをかけて魔法クエイティブに変化。ダークマター倒してもよかった。もう物理効かないな。これはどうだったかな。そんなに威力高くなかったと思うけど、こんなもんだ。今攻撃効いたっけ。効くな。佇んでいる。ただ物理を効かない。ダークマターとシャイニングで攻めるか。
エイラどうしよう。どっちかけにする。私はとりあえず多分物理効かないと思うんだよな。なんかくれるかなこいつ。くれなかったかな。あ、ラストエリクサーあんのかい。とくれよ。あ、まあ、そんなに強くないよね。ダークマターやれ。スパーセルは物理効かないかな。お、倒せた。これね、あのカエル、グラドリンを装備してカエルがいると、なんかエネルギー吸収できるんだけども、まあそんなに大きな効果でもないから、まあいいかな。魔人機とグランドリオンってもともと同じ材質なので、あの赤きナイフがそうだったように。で、3連戦目になるね。ジーロの第二形態だ、次は。黒の夢の上に登って、で右手左手と本体に分かれるんだけども、わらわラボ神と共に永遠にこの世を支配する女王になるぞ。そのわらわに逆らうというのか。でね、魔王連れてきた理由ってもうこのイベントシーンのためだけなんですよ。戦闘にははっきり言って向いてないんですけども。愚かな、全ての存在は滅びの宿命から逃れることができぬ。あのね、魔王じゃない時ってあの BGM もこれじゃないんですよね。あのちょっと強いボスと戦う時のあの BGM なんですけども、魔王が来た時は魔王決戦に変わります。ジーリオ、ラオスに見入られた悲しき女、せめてもの情けだ。この手で全てを終わらせてくれる。呪われし預言者に、その他が海底神殿で犯した罪、わらわは忘れておらぬぞ。今こそ、その死をもって償うがよい。だって親子対決だからね、これ。ジールと魔王。はい、化け物になりました。んで、あのね、両手からは、プリズム装備が盗めるので、ただダメージは真ん中にしか通らない。あ、プリズムドレス。あー、こういうことやってくるからな。どうしよう。黒のにアタッカーになってもらい、魔王はサポートだ。アイテム使って回復。こう色仕掛けやるとね、反撃飛んでくるから牽制はあるんだけども、で、うん、リズムベッド。ああ、そっか、エンディバスだか、そっちは。じゃあ、ハイエーテル使ってあげようか。で、あとは、ひたすら真ん中に集中攻撃。真ん中は確かラストエリクサーだったかな、盗めるのが。まあ、ラストエリクサー1個ぐらい盗めなくても、いいよね。うわ、結構効いたな。じゃあ魔王はラピスで回復。回復の手が空いたらマジックバリアかけようか。あれ、黒の MP がなくなった。あ、またそれかい。だーるいことしてくるな。ちょっと待って、ラストエリクサー使うか。で、マジックバリアをなるべく全員にかけたい。あー、くそ、鬱陶しいな。
言えてる。先行結構汚いね。さっきの全体攻撃がな、結構効いたから、あれって魔法防御じゃないのかな。お、意外ともろかったな。うん、でこの3連戦おしまいだけども、虫けらの分際でこの藁を追い詰めるとは。ラボ神よ、その五力を藁に。お力か、五力じゃなくて。で、海底、あ、海底神殿じゃねえや。黒の夢はこれでなくなります。で、この後ね、ラボスの各ボスモードに切り替えていくモード、少し前に見せたやつなんですけど、あのモードになります。ただ、あれは弱いんで、カットしますね。ついにラボ神がお目覚めになる。貴様たち虫けらだぞ。ラボス神の前で赤子同然。わらをラボス神と共に永遠の生命を手にすることとしよう。うん、これでもうラストダンジョンをクリアして、もうあとラボス倒すだけになります。もうここまで来たら普通に倒せるんで、今レベルも60ぐらいまで上がってるし、最強装備も揃ってるしね。まあなんなら前、バッドエンド見せようとして、一回間違って倒したからね、第一形態。第一形態までは間違いなく倒せるのと、まあ第二形態も正直そこまでじゃないから、まあ、どのメンバーで行くかだよね、問題は。うん、攻撃モードに入るってやつがあるんで、うん、ドラゴン戦車から順にやるんですけども、ちょっとギガガイア形態まではカットします。はい、ギガガイアまで終わりました。じゃあ、ろくに回復してないけども、まあいいでしょう。そんなに苦戦しないはず。まあまあ食らったけど。ちょっと待って、ロボの HP が、あ、これだったらマシンガンパンチいけるか。一応プロテクトかけとくかな。これで物理が一番弱いルッカも大丈夫でしょう。お、ロボの HP 一桁目が9になった。あ、終わった。あれ、なんかこの前よりもあっさり終わったな。いや、当たり前だけど。お、終わった。ラボスの体内からはさらに強力な生命エネルギーが感知されます。中に入るしかないのでね、やっぱり。で、まあこっから最果てに戻ってもう一回立て直すってこともできますね。大丈夫でしょうね。センサーの反応によれば中心は近いです。あ、一回戻ろう。もう第一形態倒したから第二形態から行きます。じゃあ今回は、ここまでにして、次回、もう、エンディングまで突っ走るかな。まあ、動画ちょっと分割するかもしれないけども。そんな感じで、まあ、いよいよ、ラストバトルになりますね。で、黒の夢クリアしたら、老人のセリフがちょっと変わりますね。黒の夢は消え、あの女もようやっと眠りにつくことができた。人に戻れたのじゃ。今こそそこのバケツからのゲートに飛び込むのじゃ。これはお前さんたちだけの戦いではない。この星の生命たち。そう、この星とラボスとの戦いなのじゃ。うん。これね、前も言ってたよね。まあ、ガッシュも言ってたけども。もうすべての、ありとあらゆる生命、ありとあらゆる時代の、全ての生命の力を借りて戦おうっていう。
そういうことですね。あ、で、そうだ、プロの夢、中世と古代、まだ入れるんで、ジールだけは残ってて、他の敵とか宝箱はもうなくなってるんですけども、だからまあジールから、プリズム装備をまた盗んだりとかもできるようになるんで、ちょっとそれ一回やってからラストバトル行こうかな。まあそれ裏でやるんですけども、まあ次回はもうラボス第2形態、第3形態、一気に、連戦して終わりますんで、よろしくお願いします。やっとここまで来たね。はい、じゃあ残りわずかですけども、また次回もよろしくお願いします。